はい、皆さんこんにちは。リライズショートストーリーご視聴いただいてありがとうございます。インタビューを行っている原田直美です。今日はよろしくお願いします。本日は田島ひろゆきさんのインタビューをしていきたいと思います。田島さん、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ早速ですね、田島さん、ちょっと自己紹介の方お願いします。はい、田島ひろゆきと申します。仕事はですね、東京の高輪の方で、弁護士をしてまして、今12年目になります。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、田島さんの夢をお伺いしていきたいと思います。田島さん、どんな夢をお持ちですか？はい、私のですね、夢、ロマンがあるんですけども、世界のゲートキーパーになりたいっていうふうに思ってます。世界のゲートキーパー。はい、でゲートキーパーというのは、その何かあった時に田島さんに聞いてみたらいいよねみたいなのをですね、世界でやりたいっていうふうに思ってまして、私が関わり合いのある方だけにはなると思うんですけれども、そういう存在になりたいと思ってます。すごい素敵な夢ですね。じゃあそれをこう実現するために、こう目標とか計画とかどんなものがありますか？はい、一応10年後というか2030年までに、全世界でこうネットワークというか、その例えば台湾だったらこの人に聞けば大丈夫とか、ポーランドのワルシャワだったらこの人に聞けば大丈夫みたいなキーマンとですね、連携する人ができたらいいなっていうふうに思ってます。2030年というと、じゃああと、9年後。すごい面白いですね。もう日本にとどまらず世界に行くってことですよね。そうですね。面白いですね。ありがとうございます。じゃあどんどん行きますね。じゃあ3つ目の質問です。はい。じゃあその目標や計画に対して、こう今の、活動指針とか、あとはどんな活動を実際行っているのかお伺いできますか？はい。ありがとうございます。私一つ、BNI というですね、経営者の、ビジネス交流会に入ってるんですけども、それがもともとアメリカで生まれて、で日本にもあってですね、今全世界にもあって、その関係でというか、それでゲートキーパー活動をやっていければなというふうに思ってます。今、活動して3年半ぐらい経ちましたね。その世界にあるこの BNI の方々ともつながっていくというイメージですか？そうですね。年1回ですね、グローバルコンベンションという世界大会みたいのがありまして、去年はですね、本当はマイアミで、アメリカのマイアミで行われる予定だったんですけども、コロナで中止になってしまって、一昨年がですね、ポーランドのワルシャワで行われて、私行ってきたんですけれども、もういろんな国々の人が、もうインドの人もいるし、ベトナムの人もいるし、それで同じその共通言語というか、まずは人に与えなさいみたいな、こう与えるものは与えられるっていう理念なんですけど、そういうその人に与えるタイプの人が集まっているので、そのいい人が多いというか、でそこでベトナムの民族衣装とかですね、なんかそういう日本は日本でこうハッピーを着て、みんなでこうパーティーとかして、であとはビジネスの話をする人もちゃんとブースが設けられていて、1時間ですね、30分ずつお互いのビジネスの話をするっていうツールもあるんですけれども、そういうので、この仕組みを使うと、その世界へのアクセスが本当に早いなっていうのを一昨年実感しまして、でこの仕組みを使って僕のゲートキーパー活動をやってみようっていうふうに思いましたね。すごく面白い活動ですね、これ。ちなみにその世界中の人が集まるっていうことは、言語は英語になるんですか？そうですね、はい。でスピーカーの人というか、そのマーケティングの話とかをするときは同時通訳で日本語訳も出たりとか、通訳ブースのがあって、そこにいろんな国の通訳の人がスタンバってるって感じですね。
すごいですね。それもバッチリ体制が整ってるんですね。そうですね。いや、なんで今これをお伺いしたかっていうと、やっぱりビジネスのお話になると、こう簡単に英語が喋れる程度だと、やっぱ誤解が生じたりとか、いろんな問題があるなと思ったので、なるほど。で、今年もしかしたら、マイアミでやるかもしれないので、それに向けて私、今年から英会話も始めました。はい、そうなんですね。でも弁護士もしながら、英語のこともしながら。そうですね。すごい、なんか忙しそうな感じがしてしまうんですけど、その辺はどうなんですか？そうですね。あんまりその忙しいっていう言葉が好きではないというか、口にしないようにしてるんですけれども、心をなくすって書くじゃないですか。書きますね。忙しいって言っちゃうと、なんかもうちょっと思考停止みたいな感じがするので、時間の使い方かなっていうふうに自分では考えてますね。自分の限られた時間をこう有効活用しているみたいなイメージですかね。そうそうそう、なんかこう組み合わせるというか、優先順位つけてやっていくみたいな、そういうので考えてますね。時間の使い方もすごく賢く使われてそうですね。ありがとうございますじゃあ次の質問にも行ってみたいと思います。はい、はい、夢ということでゲートキーパーになりたいということだったんですけど、この夢やビジョンを持ったきっかけは、何かありましたか？ありがとうございます。今の弁護士っていう仕事にも関わるんですけれども、私父親が国家公務員だったので、なんかこうちっちゃい頃からですね、その将来は人のために役に立つ仕事がしたいなみたいなのをおぼろげながらに持っていて、で高校生の時に弁護士を志したんですけれども、なんかこう人の役に立ってると、こう自分のパワーが湧いてくるというか、そういう感じがしてですね、こうなんかとにかく人の役に立ちたいなっていうのが大前提としてあった感じですね。人の役に立つのに弁護士っていう選択肢はどうして生まれたんですか？そうですね、もともと原田さんみたいにお医者さんになりたいとかの言ってたこともあったんですけど中学の時に夏休みのですね、裁判傍聴ツアーっていうのに母親と一緒に行きまして。子供が行けるやつですか？そうですね、弁護士会がやっている子供向けの、弁護士会の人と一緒にその裁判を傍聴しに行くっていうのに初めて中学の頃に参加しまして、そういう世界もあるのかというのを知ってですね、で高校の時にもう亡くなられたんですけれども、中坊浩平さんという弁護士の方がいてですね、その方が書かれた私の事件簿っていう本を読みまして、そこは社会的に弱い立場の人の味方になって、こう強い力に立ち向かっていく弁護士の姿が描かれてですね、すごくかっこいいなと思って、高校の時に弁護士を目指したって形になりますね。なるほど。もともと高校生ぐらいでその本、高校生その本を読まれて弁護士になりたいと思ったっていう話だったと思うんですけども、もともとそういうその人を守りたいとか弱い人を守りたいというふうに思っていたんですか？そうだったみたいですね。なんか今でも覚えてるんですけど、その小学校の卒業アルバムになんかみんな寄せ書きするじゃないですか。しますします。でなんか田島さんは人に気を使いすぎてて疲れてそうみたいなのを小学校の頃に書かれてた。小学生でそう思われてたってこと？そう。それはまた珍しい小学生で。ですよね。しかもその分析もね、なんかね、小学生っぽくないっていうかね。確かにそうですね。疲れてそうっていう。疲れてそう。無理してたのかなみたいなね。実際自分ではそういう感覚はなかったけど、周りからはそういうふうに書かれたってことですか？そうですね。小学校の頃どうだったのかな。でも、なんか人のためにやることは全然苦じゃなかったかもしれないですね、昔からね。なるほど。それはやっぱりお父さんの仕事してる姿とかを見てたからなんですかね。あんまり関係ない。そうなんですかね。そうなんですかね。ちょっと突っ込みますけど、田島さんにとってお父さんは結構身近な存在だったんですか？
例えばほらお父さんが忙しいと結構こうお父さんに構ってあげられないとか、うん、夫の人に構ってあげられないとかってあるお家もあると思うんですけど、はい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 、あとはまあお父さんこう家でこういう感じになんていう寡黙な感じだったりするとあんまり接触がないかもしれないんですけど、うんうんうん、影響力を受けてたのかそれともそんなに受けてないのか、はい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 、うん、まあ、週末は家にいましたね。あ、なので一緒に過ごしてたんだと思いますね。うん、はい、それこそ山にも一緒に登りに行ったりもしてましたし、 あと僕生まれが奈良県なんですけれども、はい、その後、3歳からかな香川県の高松市に引っ越して、で小学校1年生から神奈川の茅ヶ崎に移ってるんですけど、高松にいた時に四国の88箇所ってあるじゃないですか、お寺、はいはい、お遍路さんみたいな、うんうんうん、であれ僕まあ、車で連れてかれただけなんですけど全部88言ってますね。あ、車で回ってますね。すごい、またお寺みたいな、毎週お寺に行くんですよ車で。子供を連れて絶対つまんないですよね子供をね。それはなんかお父さんとお家族としては良かれと思って連れて行ったのか、うん、まあ、絶対父親がね行きたいだけでそれを連れてかれてたっていう。なるほどなるほど、うん、お父さんそういうのにこう信心深いというかきちんとされている方だったんですかね。そうですね、あれですね、お坊さんの資格と取りましたね数年前に、はい、すごいですね、どんどん本格的に資格を取るまで、通信の大学っていうかなんかそれに通って、へ、京都のなんか大学に通って資格取っちゃいましたね。すごいですね、なんかやるって決めたらやっちゃいますね、なんかこうやること、うん、素晴らしいです、うん、はい、あとですね、私ちょっとこれ最後にしたいな、この質問最後にしたいなと思うんですけど、うん、2030年までにっておっしゃったんですけど、うん、2030年以降の未来で何か描いてるビジョンとか夢とかはありますか？あんまりまだ具体的にはなくてですね、2030年ね、うん、でも何かしらでやっぱり人の役に立ち続けたいっていうのはありますね、ずっと元気なうちは、うん、素晴らしいですね、本当に人生が人の役に立ってっていうところがね、うん、すごくありますね、うん、なんかどんなお仕事でもそうだと思うんですけれども、そのお仕事でその方が抱えている例えば問題だったりとか、そういう課題だったりを解決するツールでしかないと思っているんですね。なので僕の今の仕事は弁護士っていうことで、法律でその何かお悩みとかトラブルとかを解決するっていう仕事なんですけども、まあ、その前にその目の前の人がどういう問題抱えているかとか何をしたいかとかっていうのをお聞きして、で私がそのお役に立てることは私がやりますし、他の僕の専門外のところってたくさんあるので、いろんなその、ね、水道管が壊れたとか田島さんなんか誰かいい人知らないとか、そういう時に、あ、実はこの前うちも壊れちゃって連絡したらすぐ当日来てくれた人いるからなんか紹介するねみたいな形で、とにかく私に言ってもらえればもうどんな分野でもどんなその生活の中でのお困りごとも解決できる存在になりたいなっていうのがありますね。あ、素晴らしいですね、なんか困った時の田島さんみたいな感じになりますね。そうあ、なんか嬉しいですね、すごい、なんか田島さんみたいな人が、まあ、全く同じじゃなくてもいいですけど、たくさん日本に増えていったらなんかもっといい世の中になりそうですね。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間ですけれども、今日のインタビューはこれで終わりにしたいと思います。田島さんとは、はい、インタビューをお答えいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご視聴していただいている皆様は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。今日はありがとうございました。